は陸地の新しいい制服、実ままだ5年経っってても行き渡っていません。ただ、その制服がバラバラなら、これはユニフォームではなく、バラホームという、あの、やゆも聞かれているぐらいです。警察は、新しい制服を1年で変えたそうです。一方、自衛隊予算がないため、9年をかけて、制服を整備をすると。また、総理、今、給与の話ですけども、自衛官は最初から残業代が21.5時間分、給与に加算されています。でそれ以上、関与時間外、勤務をしても給は、 増えません、えー、私もそうでしたけれども、舞台等においては、加業前の7時半には、隊員はほとんど出勤をして、朝の真げいをしてます、訓練をしてます。演習に参加したら、たった2日間で20時間以上の残業、これはうに超えてしまいます。隊員が誇りを持って仕事できるよう、給与や生活基盤、処遇改善にも予算を充当すべきと考えますけれども、総理、最高指揮官としてのお考えをお聞かせください。